茨城県屈指の工業都市、茨城県は鹿嶋市からソウルの皆さんです。鹿嶋市を中心に活動しているソウルの皆さん、12月の第2日曜日に鹿嶋神宮で奉納よさこいを開催しています。ぜひ見に来てくださいとのことです。今回演舞いただく曲は、雷によってもたらされる恵みと鎮圧から再び恵みへの繰り返しをイメージしました。それではソウルの皆さん、よろしくお願いいたします。雷鳴とどろく鹿嶋の空へ、三日月一閃すべてを焦がす。Touch me.